Hi everyone, it's me, Yuko. Thank you for watching. はい、ところで皆さん、本当に、何々だ、本当にとか、まあ、真剣にとか、そういう時、そういうあのニュアンスを伝えたい時って多分あの副詞の really とかですね、あと、まあ、真剣にだから seriously、まあ、こんな言葉をもしかしたらこう使っているかもしれないんですが、実はですね、まあ、この副詞を用いなくてもあのそれとこう同等の意味、を表すことができて、これも結構使うんですね。それはですね、do プラス動詞の原型、もしくは過去形だと did プラス動詞の原型、このパターンで、使われることがあります。まあ、例えばこんな感じで、まあ、よく私、子供にね、本当にあの宿題終わったの？ Did you really? これですね。 Did you really finish your homework? 本当に宿題終わったの？って聞いて、向こうが返答でですね、やったってば、いや本当にやったってばっていう、こう本当にっていうところ、やったんだっていうところをこうもう強調したくなる時ありますよね。まあ、私があんまりにもしつこく聞くから、そうすると Yes, I did finish homework. I did finish it.はい、というふうに、まあ、あの英語の感覚だとこう答えているんだなっていうふうに思うんですね。 I did. Yes, I did. これはあの言いますよね。はい、やりました、じゃなくて I did finish、my homework ということですね。普通だったら過去形って I finished ED つくパターンですね。まあ、過去形にする、うん、もちろんそれでもいいんですけど、こういう今のやり取りな、時ですね、やり取りの時、本当にって聞かれて、本当にやったってばって言いたい時、その本当にっていう部分を、まあ、did で言って、その後に、またさらにこう動詞の原型をつけるってことですね。 Yes, I did finish it という感じで、使ったりですね。はい、あともう一つ、例文を言うと You don't want to go to the beach, do you? というふうに、わかりますか？ビーチ行きたくないよねみたいな感じで、まあその例えば相手にあのどうなの、行きたいの、行きたくなかったよねみたいな、そのなんかこう本心を探られているというか、まあもちろんこれもやっぱりニュアンスは本当に行きたいの、なんかやっぱ本当にっていうそのニュアンスを感じることができるんですね。 You don't want to go to the beach, do you? 行きたくないんだよねみたいな感じで、じゃあ例えば聞かれたとして、いやいやいや行きたいってっていう時ありますよね。いや勘違いしないで、行きたいからっていう時です。まあ、本気で行きたいから、うん、やっぱりこうニュアンス的には、まあ、本気で本当にっていうそのこうニュアンスがあります。そうすると I do want to、 はい、わかりますか？ I do っていう、まあ、do が入って、そして want to、want、 動詞の原型が入るってことですね。今の場合は、want to したいかどうかっていうふうに聞かれているので、したいよっていう時は want toの形で答えます。強調しているので、いや本当に行きたいよっていうことを言いたいので I do want to というふうに、答えることができます。なので相手に Are you sure? 本気？の確か？とか Really? 本当？ Seriously? 真剣に？こんなようなこうニュアンスを含まれた形でこう聞かれた時に、いや本当だって、いや本当に好きだからとかね、例えば I do like it とか、いや本当に行ったって、 I did go there、 本当にしたいって、 I do want to といった感じでですね、なんか相手になんかこう疑われてるような感じで、聞かれた時は、いや本当だから、この本当だからっていうのを
強調する意味で、もちろん really とか seriously とか、そういう副詞を使ってもいいんですが、意外にこの do プラス原形、もしくは過去のことであったら did プラス原形の形が、動詞の原形の形が来るっていうの、これ本当に、こう自然な表現なので、ぜひですね、意識して、やっぱこれもなんかこう意識してですね、やっぱりこう癖で really とか今までの癖で言っちゃうかもしれないんですが、こうあ really って答えるぞっていう時ほどちょっとこう今回の動画を思い出して、そこ really の部分を do にする、もしくは did にするっていうところですね、を、こう意識すれば、比較的簡単に、こう会話に取り入れることができます。ぜひ使ってみてください。Thank you for watching. Have a good day. Bye.